京城西口戸塚駅周辺戸塚駅は神奈川県横浜市戸塚区戸塚町にある東日本両角鉄道横浜市交通局の駅である JR 東日本では塚を旧自体の塚で表記することがある横浜市 A 地下鉄の案内サインでは旧自体の塚で表記している横浜市戸塚区の中央部東海道の戸塚塾のほぼ中心に位置し 駅周辺は横浜市南西部の商業、行政の中核になっている。西口と東口の間は地下1階の自由通路と2階のペデストリアンデッキでつながっており24時間自由に行き来することができる。詳細は駅周辺の項で講述する。JR 東日本の各線と横浜市営地下鉄のブルーラインの合計4路線が 乗り入れる接続駅となっている。JR 東日本の駅に乗り入れる路線は、正式な線路名称では、東海道本線のみであるが、運転系統としては、以下の3系統が停車する。それぞれ専用の線路が割り当てられており、当駅以東では、停車駅及び経路が異なっている。また、当駅はこれら各系統同士の乗り換え駅としての役割を果たしている。 また当駅は特定特市内制度における横浜市内に属するが東海道本線においては当駅がその西元となる。明治、大正期の戸塚駅昭和初期の戸塚駅、島式ホーム2名4線を有する地上駅。改札口は、京城と地下の2カ所にあり、それぞれ東口、西口の両側への出入り口へ通じている。ホームの大船よりは、 カシオ川をまたいでいる。ホームは2020年度にかさ上げされた。1.2番線ホームの脇には、東海道貨物線の線路があるがホームはない。東海道線と横須賀線の分離運転以前は、現在の1.2番線ホームがなく、1番線が、東海道、横須賀上り線、2番線が、東海道、横須賀下り線であった。また現在の貨物線がなく、 現在の1.2番線ホームがあるところに旧貨物線があった。その後分離直前までには島式ホームが2つあり、2番線を東海道、横須賀線上り、3番線を同下りとして使用していた。1.4番線は線路が付設されていたが、長らく灰枕木等が乗せられ、使用不可状態になっていた。東海道本線と横須賀線は、 高校別配線となっており、同一ホームで相互に対面乗り換えができる。上野東京ラインと湘南新宿ライン相互の対面乗り換え可能な駅は、東北本線区間を含めて、当駅が唯一。東北本線の北港では対面乗り換えが、どの駅でもできず、南高の大宮駅でも宇都宮線からの列車同士、あるいは高崎線からの列車同士でしか対面乗り換えが、できない。 終電同士以外では、駅や指令から、特別な指示がない限り接続を取らない。湘南新宿ラインの東海道線直通列車、新宿方面発着の東海道線特急列車は、大船方で、東海道線に転線する。武蔵野線からの、直通臨時快速列車ホリデー快速鎌倉号など、横浜駅を、東海道線ホームに発着する横須賀線、直通列車は、 大船方で横須賀線に転線する。2001年12月1日のダイヤ改正から特急、成田エクスプレスが当駅に停車するようになったが、それ以外の特急列車は当駅を通過している。ただし、臨時で運転される特急は、例外として当駅に停車することがある。2007年3月18日のダイヤ改正から、 東海道線の快速、アクティの全列車が当駅に停車するようになった。これにより、湘南新宿ライン快速、特別快速は停車するのに、快速、アクティは通過する千鳥停車が解消された。また快速アクティが停車するまでは、通過駅の中で唯一の乗り換え駅でもあった。なお、東海道線の通勤快速は引き続き、通過していたが、 2021年3月のダイヤ改正で通勤快速が廃止となり、当駅は全ての快速、普通列車が停車するようになった。ホームの自動案内放送は JR 東日本の運行管理システムであるアトスと連動し、行き先や両数などが詳細に案内される。2012年3月頃に放送装置が更新されたほか、 2015年の上野東京ライン開業に備えて再度更新され男性が津田英治から田中一栄となった特急成田エクスプレスは原則として成田空港行きは1番線から発車し成田空港始発は4番線から発車するしかし例外として二往復が横浜駅戸塚駅間を東海道線経由で運転するため当該列車に関しては 成田空港行きは2番線から発車し、成田空港始発は3番線から発車する。直営駅であり、管理駅として、東戸塚駅を管理している。乗り場発車メロディ横須賀線ホームでは、スイッチ、東海道線ホームでは、東洋メディアリンクス制作のメロディを使用している。駅弁企業券が販売を行っており、売店は、協場改札外と、地下改札外にある。 主な駅弁は、下記の通り。また、かつては、大船県の出店が、地下改札内で、駅弁販売を行っていた時期があった。駅構内設備島式ホーム一面二線を有する、地下駅である。改札口は、地下2階、ホームは、地下3階にある。地下1階が、地下自由通路となっており、JR の地下改札口がある。駅長所在駅。 戸塚管区駅として、当駅帯状長谷間を管理している。横浜市営地下鉄、第3期工事計画では、当初は上、長屋駅から当駅までの延伸が予定されていた。しかし、工術の通り西口の再開発事業が難航して、西口の地下に駅を設置することが困難になったため、1985年に、隣駅の前岡駅までの先行開業となった。 その後、駅の位置は、国鉄の直下と、東口バスターミナルラピスと塚にの直下に変更されたが、国鉄の分割民営化の時期に重なったことと、軟弱な地盤により国鉄直下の委託工事が難航した。そのため、塚駅開業を100周年に間に合わせるべく、暫定開業に最低限必要な国鉄直下の11メートルと、 東口バスターミナルラピスと塚にの直下を使った4両分のホームを持つ仮設駅として1987年5月24日に暫定開業した当時は6両編成で運行していたため館内駅側の2両はドアカットで対応していた国鉄と地下鉄の乗り換えのために建設していた国鉄の地下改札口自由通路も完成していなかったため 出入り口は東口バスターミナル側に設けられた。横浜市政100周年、横浜博覧会の会期中に間に合わせるべく、急ピッチで工事が行われ、1989年8月27日、6両分のホームを持つ本設駅として本開業した。1999年に当駅、湘南大駅間が延伸開業するまでは終着駅であったため、 アザミの方にシーサスポイントが設置されており、延伸後の現在も残されている。なお、湘南大延伸後は当駅発着の定期列車は設定されておらず、代わりに引上げ線を有する、隣の踊り場駅発着の列車が設定されている。乗り場ホーム1日あたり、乗車人員の推移近年の1日平均乗降人員推移は、下記の通り。 近年の1日平均乗車人員推移は下記の通り。ラピスと塚市小塚大踏切東口が再開発される前の戸塚大踏切と塚台、踏切デッキ現在の戸塚バスセンターの場所に存在していた、ことぶき通り、駅北側の国道1号が交差する東海道踏切は、開かずの踏切として有名であり、特に平日の朝は、 東海道線と横須賀線の上下、貨物線を走るライナーと、貨物列車でほとんど踏切の開く時間がなく、朝夕は渋滞を防ぐために、車両通行止めになっていた。そのバイパスとして、国道1号の西側に、戸塚道路が建設された。また2014年1月18日に、戸塚王踏切の上に、人道橋、戸塚王踏切デッキが、 2015年3月25日に、トツカアンダーパスが完成したため、東海道踏切は閉鎖、廃止された。西口、東口には、約50のバス路線が発着する、バスターミナルが形成されている。東口は、再開発事業や横浜市営地下鉄1号線の開通により、駅前広場やバスターミナルが整備された。その後、西口でも、 再開発事業により、2010年4月18日に、戸塚バスセンターが第1交通広場へ移転。2013年3月3日に、タクシー乗り場のある第二交通広場が完成し、利便性が向上した。西口は、東海道沿いにあり、古くから小規模な商店が密集し、戸塚駅、西口商店街や旭町通り商店街が、形成されていた。 横浜市営地下鉄戸塚駅の建設計画をきっかけとして1970年7月に西口の再開発が開始されたものの権利者の多さと利害関係の対立から交渉が難航し2006年7月まで事業計画が確定していなかったそのため2002年に完成していた店舗用のビルは一度も使われなかったこのうち2005年にエスカレーターと エレベーターが開放された。その後再開発事業計画の確定により、2007年より再開発地域全体を封鎖する形で本格的な工事に着手し、同年6月1日には商店街で営業していた店舗群が仮入居するビル、トツカウエストがオープンした。このトツカウエストも2010年3月に閉鎖、7月頃に解体された。その後、 トツカウエストに入居していた店舗群が移転し、2010年3月に開業した商業施設、トツカパルソ、翌4月に開業したトツカアナに出店した。2013年3月3日、トツカウエスト跡地に、トツカ区総合庁舎が完成、トツカ区役所が移転。総合庁舎1階に、タクシー、一般自動車の乗降場となる第二交通広場が完成し、 これをもって再開発事業が完了した。東口の柏岡オカは昭和10年代に開発が始まった工業地帯で日立製作所や日立グループ各社など大規模な工場が複数存在する。東口再開発事業によりラピスと塚1.23が建設され、そのうちラピスと塚には直下にある地下鉄駅をビルの基礎として利用している。 さらに駅南側では2016年3月7日より、中外製薬株式会社が、日立製作所突火工場の土地を、横浜研究拠点として購入する契約締結が決定し、物件引き渡しに向け工事が進められている。横浜市では、当駅周辺地区を、横浜市都市計画マスタープラン、突火区プランとして、ちづくりを考えている。 1981年策定の横浜21世紀プランでは当駅周辺地区が副都心に指定されていたが現在では生活拠点という扱いに変わっている東口エリア都市型商業施設東口エリア郊外型商業施設西口エリア都市型商業施設戸塚穴戸塚穴西口エリア郊外型商業施設左上が戸塚バスセンター 右側中央が、戸塚駅、東口バスターミナル東口出口すぐの JR 線に面したバスターミナルである。JR 京城改札と接続する、ペデストリアンデッキ、及び地下鉄コンコースからも接続されている。一番乗り場は、かつて、横浜市営、バス53.69、カンナ中69、上07系統が使用していた。 2005年のカンナ中69、ウェレイ7系統廃止により一番乗り場から発車する路線が消滅し、校車専用に変更された。トツカバスセンター9、トツカバスセンター西口のトツカーナビルのさらに国道1号側に設置されており、JR 京上改札口からはトツカーナビルを通り抜けて利用する。9、トツカバスセンターでは出入りするバスと、 国道1号バスセンター前交差点を通過する自動車、歩行者との交錯による渋滞が問題になっていたため再開発を機に北側の第一交通広場に移設された。バスは、戸塚バスセンターを通り過ぎて、裏側に回り込み、戸塚駅、西口バス停に停車した後、北側から戸塚バスセンターに進入する設計になっている。一方、 戸塚カバスセンター発のバスは、戸塚カバスセンターの南側から交差点に出る設計になっているため、戸塚カ駅西口バス停を経由しない。2011年9月20日に都市計画道路の戸塚カ駅前線開通とともに新設されたバス停。戸塚カバスセンターと JR 戸塚カ駅駅舎の間にある。前述の通り戸塚カバスセンター発のバスは、 東バス停は経由しない。また、東バス停は校舎専用である。旧、戸塚駅西口第二バスセンター JR 橋上改札口から、JR 線の西側線路沿いを北に進み、旧、戸塚を踏切の北側に設置されている。当駅の近くに、富塚八幡宮があり、富塚戸塚に変わったとされている。注釈出店。ありがとうございます。